国民民主党参議院議院員の伊藤孝恵です、えー、女性と政治を語れと言われたり、また女性のリーダーシップについて話せと言われると、私はいつも一末の居心地の悪さを感じます、えー。今の私にそれが許されるのか。愛知県の皆様にここに送っていただきながら、大変情けない話です。えー、そんな私を見遣いしてか否か、ある方にこう言われました。権利はリーダーダシップに影響される あなたが女性や子どもたち、そして障害を持つ人たちの権利を拡大したいなら、あなた自身が中身や経験、そしてポストを手に入れなさいえ。目が覚める思いでした。そうじゃないよという法律や制度、そして古臭い価値観にとらわれたこの政治のフォーマリティを変えてやるんだと奮い立ってここに来たはずが、その志をくじかれる、そういう仕掛けがここにはいくつも存在します。 女性政治家を増やそうと誰かが言うたびに聞いている人たちの表情が一瞬曇るのをたくさん見てきましたえ。とてもわかります。私自身も女性の仲間だけを増やしたいわけではありません。助けての声を聞きに行けるあらゆる理不尽にそんなことはたまらないと心が震えて思わず足が動く人と一緒に働きたい。ただ 心が震えるというのは感覚はいかんせん感覚なので説得ができませんそしてその感覚は経験からしか生まれませんいつまでも泣き止まない我が子を前に片乳出して呆然とした経験が国会議員の一体何人にいるんでしょうか思わず口を塞いでお願い泣き止んでと叫んだことがあるそういう人が何人いるんでしょうか 右手でおじいちゃんのうんこを洗い左手で子どもたちのうんこを洗いながらもう嫌だと泣いた人そういう人が一体何人いるんだろうか育児や介護でヘトヘトになっているそんな声を上げるそういう力すらなくなってしまったそういう人たちの声は今まで政治の現場に届いてこなかっただから子ども・子育て政策は政治の一丁目一番地ではなかったしケアラーへの支援は後回しにされてきました。 24時間戦える人たち、そして感覚を持たない人たちによる政治は、もう限界を迎えていると思います。だから私たちの代で、24時間戦えなくても代弁者になれる、育児や介護、その真っ最中の生々しい感覚を持った人たちが参加できる、そういった仕組みを整えていこうと思っています。人、え、人、ー、人でででで言言っていていも愚痴です。ただ、二人で言ええばば意見ににななるる、し、し兆 そして大勢で言えばうねりりになります今回、たまたま一緒に参加させていただいた衆参の先輩議員たちは、たまたま超党派、ママパパ議員連盟の仲間たちです、同志たちです。野田聖子会長、蓮舫副会長をはじめ、この与野党を超えて国会内に確かにあるシスターフット、それをてこに変化を起こしていこうと思っていまますす皆様どううか私たたちに力をおおしししいいだきますようよろしくお願いします。